審議会では子どもや保護者からの相談対応の在り方などについて意見が交わされました。人がいない、それと時間外になることが多いんですね。やっぱり保護者が夕方までお仕事されてますので。この他にも委員からは問題への対応について、外部に窓口を設けて一本化すべきといった意見や、ソーシャルワーカーの身分が不安定で対応が十分にできないといった指摘も出されました。審議会は今後も議論を続け、今年度末に教育庁に中間答申する予定です。